疲れ様です、本日は発売間近のモスタイルについて説明したいと思います。今回はですね、限定版を使わせてもらってます。 2BA とスティール限定版が出ております。 2BA の方はこんな感じでゴメスマーク、ここにゴメス12トリニダードっていうのなんかちょっとオールドイングリッシュっていう文字体で入っております。スティールの方もこうやってゴメスマーク一緒ですね。この文字ゴメス12とトリニダードって入っております。これがこの限定版ですね。今回ゴールドになっております。通常版ももちろんありまして、スペックがですね、この 2BA の方が 80% タングステンで、重量が 22.6g、 長さが 52mm、 最大径が 7.4mm ですね。これは、52mm 変わらず、11と一緒ですね。で、重さが 1g ぐらい重くなってきてるのかな、 23g にこのコンドルアルティメットをつけることによって、このコンドルアルティメットが 0.4g なんですよね。だからこの 22.6g の 2BA とつけることによって、ここが 23g になると、全部でっていうこの計算のもと、今回 22.6g のこのバレルを 2BA で作っております。はい。そして、今度このスティールの方になるんですけども、スティールのこのスペックはですね、52mm 全体が、22.8g、最大径が 6.6mm と、今回このスティールの方は、変わらずストレートの形で、重さが 22.8g です。なんでこの 22.8g かというと、なんと僕はですね、このポイントを 40mm のポイントを 5mm 中に入れて 35mm 出しという長さにしてるんですよね。ここまで含めて、このポイントよりもこっちの方が 0.2g 重いんで、僕のポイントに変えることによってこの全体が 23g になりできてるんですよね。だから通常普通にこの購入した場合、皆さんこのポイントを変えなかった場合 22.8g という、全体ここまででねっていうスペックで発売するようにしてます。だから 23g ちょうどにしたい自分としては、いつも使ってるこの 40mm を 5mm 中に入れた 23g になるようにセッティングしてリポイントして、使うという形を取ります。今回このゴメス12はもう何にこだわったかといったら、もうこの 2BA とこのスティールポイント、これが、全く同じ重さ、同じ重心で、成り立たせたいという僕のわがままに付き合ってもらって作られています。 2BA の方が、トルピードになってますね。これは何でかって言ったら、もう限りなくこいつを、重心を前に持っていきたくて、もう重心がね、どうしてもストレート同士で作ると一緒にならないと、バレルデザインの方に言われて、結局は重心が一緒っていうのがどうしても大事と伝えると、トルピード作るならば同じにすることは可能であるという話だったので、今回はこのトルピードになっております。だからこのコンドルアルティメットの重さ測るだけじゃなくて、これの重心も計算して、でこの僕が使うこのポイントの、これを取って 40mm のポイントの重さ測って、この 40mm を何 mm 入れるかまでちゃんと固定して、 5mm 入れて 35mm 出す。でこのポイントがその時にどこに、この取ったポイントがの重心がどこかを測っております。ここに対しての重心も全く同じところで出来上がってる。ここら辺だったかな、ちょっと前のところですけど、ほぼこの一緒になるように、このセッティングをしたら重さと重心が全く一緒になるようにできてます。今回はそこに特にこだわってやったので、だからもう一番大きなところでいったら、もうそこのもう重心と重さが、この 2BA とスティールが一緒になるようにこだわりを持って作ったっていうところですかね。
まあ、あとはこの後ろのですね刻み3つ分までは、まあ、ゴメスイレブンをそのまま使ってまして、まあ、基本的にそこまで後ろのグリップに関しては変わらないので、結局はちょっとそこは同じにしたんですけど、こっからちょっと新しい刻みをつけてるんですけども、まあ、基本的に親指が全体的にかかってくるので、ここら辺までこう後ろの刻みから真ん中までの刻みかかってくるので、まあ、刻みを変えた方が親指の位置が分かるかなという部分があったので、刻みをちょっと変えてもらったのと、まあ、これ新しくつけたのは、まあ、ちょっとこの親指の利きもなかなかかかるようにして、あとはこの大事なこの前の刻みですよね。前の刻みが中指がこうかかるんで、僕はここにここがちょっとなんかあんまりこう浅いと滑ったりするんで、もう結構ちょっとなかかるっていうのがちょっと分かるような刻みにしてほしいと、ちょっと幅広めの深めの結構ゴリゴリの刻みをつけてますね、ここに。まあ結構その人差し指は基本的にあまり刻みを使わないので、まあ、ちょっとこのテーパーが欲しいっていうところは変わらず、まあ、こういう全体的な刻みが出来上がったっていう経緯があるんですけどね。まあなんかゴメスずっと使ってる人は分かると思うんですけど、ちょっとゴメスワンっぽくなってますね、この後ろの方は。前半最初の3つと、ここからの4つでちょっと刻みを変えることによって、ちょっと親指の位置がこう、そっと同じような感じのところに、まあ大体いけばいいなとは思うんですけど、まあ、とにかく本当今回のこのゴメス12大事なところは、2BA とスティールっていうものが、本当にしっかり同じになるようにっていうふうになってます。だからすごく 2BA は重心を前に持っていきたいから、前をもう全然掘ってないです。こんだけしか入っていかない。こう入れますよ、ここで止まる、全然掘ってない。でも後ろはどうしても重心を前に持っていきたいから、構造上無理ないほど程度に、掘ってます。後ろはこんだけ入るけども、前にはこんだけしか入るんです、この差。これでなるべくさらに重心を前に持ってたんですね。でスティールはスティールで、できるだけソフト、どうしても前重心にならないソフトに対して重心を追いつかせるために、今度はですね後ろをですね全然掘ってないです。今度後ろがこんだけしか掘ってない。するとなるだけできるだけここを掘りすぎるよりは掘らない方が後ろに重心が向かうということで、うまくここの中のくり抜きも使いつつ、形状の変化も使いつつ、どうにか重心をぴったりというところまで持っていくっていう計算をしてもらって、重心がやっと一緒になったという本が12作目にして、やっと23グラム重心が全く一緒という状況を、作り上げれたという、まあ、今回のこのカラクリとなっております。皆さんだから、まあ、投げ心地が一緒って言われたらはっきり言ってどうなんでしょうね、一緒ですとはよく分からない状況なんですけど、同じものを投げてるっていうこの自信だけはあります。ここがもう全く同じ、形とかじゃないです、重さと重心がこの2つが全く一緒っていう、この強い思いと、なんだろう、絶対一緒であるっていう、そこには断言できる、こういうなんか一緒のものを投げてるっていう、気持ちが欲しかったという。投げ口が一緒なんてのは、まあそんなもう一生懸命投げてるんで、マイスロー、そこを検証してる暇がないというか、まあそれ多分他のプロプレイヤーも一緒だと思います。そこの投げ口よりもお互いのソフトならソフト、スティールならスティールがやっぱ入るのが一番、投げ心地が一緒を目指してるというよりは、両方のダーツがやっぱレベルアップするっていうのが結構みんな多分目指してるところだと思うので、僕はだからまずはその信じれる、信頼できる気持ちがこのバレルに対して欲しいなってずっとイレブンまで作ってて思ってたので、まあ、今回に関してはもう本当にあとはもう信用して、僕がしっかりいいダーツを投げれるようになれば、やっぱりこの考えは合ってたんだなっていう方向にたどり着くと思うんで、まあ、今のところですね、なんかスティールばっか投げてても、まあ、パーフェクトで結構準優勝は今回しましたし、まあ、今回だからずっと例
例えばパーフェクトが始まるってなったらソフトばっかり投げるわけですけど、イレギュラーで入るビドトーナメントとかで結果を残せば、こんなスティールでもソフトばっかり投げててもスティールもいいダーツができるっていうことの証明にもなるなと思ってるんで、しっかりやっぱスティールの方もソフトの方も、まあ、その日やりたい方で練習したりダーツしたりして上手くなっていくっていうのが、日本人として必要不可欠なところの要素だと思ってるからですね。基本的にはやっぱりソフトダーツをやっていかないと日本人は生活もできませんし、まあ、大会もやっぱソフトダーツの方が多いので、あとイベントもだからやっぱどういかにこのソフトダーツをずっとやりながらスティールダーツをしてる人たち、もしくはスティールダーツの大会で結果を残せるのかっていうところを考えていかないと、ちょっとずっと置いていかれる形にはなると思うけども、ソフトダーツをやってるっていうこの得をしっかり自分の中で、あ、やってよかった、やっぱりやるとスティールのこういうところに役立つみたいな、そういう流れを、自分の中で、作っていく、その先駆けになれたらなと思います。まあ日本のね、スティールダーツ結構なんか動き出したような感じがあるからですね、ついていって、そして引っ張っていけるようなこうダーツをしたいんで、まあ、今回のこの12に関しては、まあ、自分もまだ今 2,3 ヶ月ぐらいですけど手応えを感じてますので、今後ですね、皆さん期待して見ててほしいなと思います。もうおすすめのプレイヤーって言ったら、もう両方投げるプレイヤーです。本当にスティールもソフトも両方投げるプレイヤーにはぜひですね、まあ、指導してもらって、投げ心地もいいか悪いかっていうのはちょっとあると思うんですけども、ここ全く同じものができたっていう、このここに関しては絶対の自信がありますよって、皆さんそう思いながらこの2つを投げてもらうと、なんか同じものを作ってるんだけどやっぱ投げ心地が違うなと思う人もいるだろうし、どっちかが入るようになってどっちかが入らないようになるっていうのもあるだろうし、できるだけ同じものを使ってると思いながら投げてもらうと、そこが相乗効果で伸びるパターンにつながっていくのかなと思うんで、この工夫を知ってるか知らないかでもしかしたらまた気に入り方が変わってくると思うんで、今回この動画を撮ってみました。いつになく真面目な動画で、なんでかって言いますと大事なバレルですからね皆さん珍しく動画をバレルの動画を撮ってみましたけど、なんか質問があればぜひいろいろコメントしてもらえれば、次回なんか質問返しみたいな、回を作ってもいいのかなと思いますので、いろいろわからないことがあったら切りません。まあ、一応思いは全て伝えたと思いますんで、ぜひ今回も毎回言ってるとか言わないでください、最高傑作MS12、毎回言ってるとかやるですね、今回も最高傑作できてますんで、皆さんぜひ、お試しください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。